大丈夫か？聞こえてるか？ああ、あの時は膝をすりむいただけで済んだけど、あの時、今度はどうかな？起きられるか？今度？気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。体、動かせるか？やってみる。どうだ？ゆっくりな、少しずつ、少しずつ、わかってるさ。なあ、あんた、誰だ？誰だ？私は、お前の主人だ。もしもし。さあ、クラウド。楽しもうか。大丈夫かな。よかった。目覚めた？あんたは？エアリス。名前エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え？覚えてないの？ほら、お花。ああ、花売りの。あ、ここはスラムの教会5番街。いきなり落ちてくるんだもん、驚いちゃった。お花畑、クッションになったかな。うん、いいね。あんたの花か。悪かったな。気にしないで。お花結構強いし、ここ特別な場所だから。ねえクラウド、これ落としたよ。ああ、私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別だって、何の役にも立たないの。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの。身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？やったー！それじゃあ。邪魔するぞっと。お前、何？この人、私のボディーガード、ソルジャーなの。ん？ソルジャー？元ソルジャーだ。あら、まあ、魔法の目。ボディーガードも仕事のうちでしょ？ね、何でも屋さん。あ？ん？私の勘、当たるの。ボディーガード、お願い。ああ、いいだろう。でも安くはない。じゃあね、デート1回。ええー、やっぱり本物かよ。クラスはファースト。いくらなんでもファーストってお前よ。お花踏まないで。だってよ。すぐに終わる。もうボディーガードは俺たちの仕事だぞ。あれあれ、いつ守ってもらいましたかね。ここで仕掛ける。そりゃ企業秘密ってやつ。じゃあ、おい、加勢を頼む。
情けない、かったるいけど出番だぞった。クラウド、気をつけて。ほら、この終わらせる。やった、戦略する。しぶといぞと。でもどんな仕事も楽しむのがプロフェッショナルだぞと。刺激的な時を過ごそうぜ。ここまで。おいよ、最初の腕はどこ行った？確実に。ソルジャーなら余裕だろ。しっぽ巻いて逃げないよな。どうよ。そこで戦ってほしくない。誤解だぞっと。俺はただ。クラウド、違う！なんだ、飛んでる？レノさん！お怪我は？いいから、さっさと追いかけな。どうなってる？あそこ、屋根裏に上がれるよ。ああ、穴から出られるな。打ち破るぞ。俺が先に行く。大丈夫だ。
だ。あそこだ。おい、撃つな。おい、大丈夫か。平気じゃないかも。怪我なんかさせてみろ。お前終わるぞ。目的は本。なんだ。逃げろ。動くな。だから撃つなって。しかし、あれを落とせば。屋根裏に逃げました。追いますか。いや、撤収だ。いいんですか。あとは相棒に任せるぞっと。おい、ちっ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 。ここにもいるのか。こっち来ませんように。俺から離れるな。わ、かっこいい。追いつかれる前に出よう。これより撤収する。諦めたらしい。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。ねえ、屋根の上行こう。ほら、あの柱のそばに駅あるの。クラウド、行くよ。あ、これからどうするの。しばらくはボディーガードだ。そうでした。その後は7番街のスラムに帰る。帰り道わかる？ああ。怪しい。さっきの男、あれはシンラカンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ？さあ。ねえ、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ？それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。暴力を匂わせて。脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は？顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。あれ？怒った？こんなところ、私歩くの初めて。普通はそうだろうな。なんだかワクワクするよね。まあ最初はな。待って、ちょっと待って。一人で先行っちゃうんだもん。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか。意地悪。この辺りは誰も住んでないのか。うん、怒られないから安心して。
俺が先に行く。かなり古い。気をつけろ。はいはい。ね、おっと。慎重に。心配しすぎ。私、お姫様じゃないよ。嘘。びっくりした。ありがとう、クラウド。あ、ほら、壁。一度、外に出ようとしたことあるんだ。でも、結局、行かなかった。危険だからな。ミッドガルの外、自然いっぱいなんでしょ？私、そんなところで生きられないかもって、時々思うんだ。この風景、私、嫌いじゃない。スラム、好きなんだよね。みんな、強く、強く生きてる。時々、それ感じて、嬉しくなるんだ。今度は私が先。クラウド待ってくれないんだもん。大丈夫か？余裕余裕。ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかなって。わっと。口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。業務外だ。ケチって。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ。どう？仕事を増やすな。楽しそう。飛べるか？もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。ここ五番街スラム駅の近く。駅の近くなのにモンスターが出るんだ。うん。うわあ、だからどうしたって顔してる。町のモンスターなんてたかが知れている。下がって。そう言われましても。調子に乗る。えい、一気に叩き込む。クラウド、スラムのことはあまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる？見ればわかる。駅ないのかと思って。クラウドの世界。もういい。どれだけの血と汗が流れたと思っとるんだ。こんなことになるなんて。もどうか皆さん落ち着いてください。おい、どうなってんだよ。見て見て。エーナ、騒がないの。騒がしいな。マコーロ、よく見えるからね、ここ。
本当に燃えてる。野獣魔か。みんな心配なんだよ。おや、あんたも来たのかい。え、まあそんな感じ。ああ、また教会帰りだ。そうかも。よく無事だったね。破片やら落ちてこなかったのかい。そういうのなかったかな。運が良かっただけだよ。クラウド待って。待て。降下地点よし。準備よし。投下。集合。で。行くぞ。アークスだ。働き者だね。よほど大事なようらしい。私？クラウド？どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。あ、モンスターいるけど。シンラよりはマシだ。指定のゴミ捨て場なの。スラムの人たちも奥の方めったに行かないよ。身を隠すには都合がいい。開かないね。壊れてる？確か道なりに進めば回り込めたはず。これ動かせないかな。行けそう。スラムの中心。まだかなりあるな。回り道したからね。疲れた？まさか。私お腹空いてきちゃった。クラウドは？のんきだな。うち着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理おいしいよ。よし、そうと決まれば早く帰って。ご飯ご飯。眠っていればいいものを。やっ、ええ、備えろ。
ここも壊れてるね。どうしよう。なんとか向こう側に行けないかな。上から抜けられそうだね。クラウドだけでも行けない？そっちから開けられない？さすがクラウド、ありがとう。なんだろう。おい、エアリス、私は今5番マ航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの兵器開発部門統括のガーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。邪魔。安全よね。5番マ航路にて発生しました爆発について現時点で判明していることをお知りいただけないでしょうか。現在5番マ航路は運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番マコール内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。いえ、そのご心配なく。こんなことで信頼は揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、行こう。いつかこんな日が来ると思っていた。ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね。今お店たまに手伝ってるんだ。エアリス。あ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。あ、エアリス！みんなここで何してるの？マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度一緒に連れてってよ。よう、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。
それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも言って。一体どうやってあんなに見つけたんだ？実はコツあるの。彼はボディーガード、家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。本を読むんだ。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。お花お願いね。収穫したらエアリスにも届けるからな。クラウドはお花好き？考えたことがない。ふーん、花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ？本当かな。まあいいけど。この道を抜けたら私の家、着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな。どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど、一体。私のお母さん、エルミナ。こちらクラウド、ボディーガードなの。世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする？面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う？報酬すっごく高いのに。お母さん、聞く？待て。カゴを取ってくるから、ちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。